はい、どうも哲学とです。今回もディアブロイモータルやりながら雑談していきたいなと思います。そうですね、イモータルの方も、シーズン22の、バトルパスの方が始まったんで、またね、頑張って天井2400目指して、まあ、今週後半も頑張っていこうかなって感じですけど、そうですね、ディアブロ4のね、シーズン、3か、先見の構造体、というシーズンについての、まあ、あらましのね、記事が、もうすでに出てて、で、まあ、ちょっとこう、多分動画で出てる頃にはもう多分パッチノートも出てきてるのかなとは思うんだけど、まあ、なんだろうな、事前の、まあ、一通りのね、まあ、コンテンツ紹介の記事を読んで感じたこととか、あと、まあ、その、なんだ、動画コメントについた、動画についたコメントを、皆さんのコメントとかもね、ちょっとこう、取り上げつつお話ししていこうかなと思います。ということで、レジェは、あれか、どうでしょうね。多分ね、そろそろ、パラゴンレベルの方が、1160に到達するんで、ちょっと高いレーティングのやつがね、出るんじゃないかなとは思いますが、まあ、とりあえず抽出していくか。はい、そうですね、まあ、今回、まあ、なんといってもね、新しい、まあ、シーズンのバフということで、まあ、進化っていう、まあ、手下ですね。なんか、まあ、実際はなんかこの雲のロボットみたいなやつみたいですけど、を連れながら、こう冒険ができると。で、まあ、その進化を、まあ、強化するための、制御石と調律石っていうのが、まあ、何種類か用意されているという形なんで、なんでしょうね。まあ、なんていうかな。結構、まあ私とか結構サモナーのビルドとか好きなんで、まあそうだね、今回も、まあネクロマンサーなり、ドルイドのね、ペットビルドとかも少し試してみたいかなと思ってるんだけど、まあおそらくね、普通のペットと、まあ、違って結構カスタマイズできる、まあ自分自身に対してバフをかけてくれる。まあ、イモータルのファミリアなんかも追加されましたけど、そんな感じの、相棒的なキャラクターなのかなという感じで。まあ、なんだろうな、楽しそうだし、あと、なんだろうな、おそらくなんですけど、レベル上げとかも、なんか、同じフィールドばっかりやっててつまんないっていう方結構、まあ、ディアブロのね、コメントとかで、いただいたりするんだけど、まあ、シーズンの要素に、今回、宝石堂っていうね、まあ、新たな地下ダンジョンっていうのかなみたいのが追加されるみたいなんで、まあ、そこら辺で、まあ、このね、進化の強化に必要な、制御石、調律石を集めながら、まあ、戦っていくっていう、感じになるかなと思うので、おそらくそんなに、なんていうのかな、今までと全く同じようなレベル上げをしてるみたいな感じにはならないんじゃないかなと思います。まあ、シーズン2の、結構、吸血力に関してもね、なんていうのかな。今までは、アクト1の、フィールド、キヨバシャド周辺で、まあ、ストーリーが始まっていくみたいなのがシーズン1とかだと、多かったんだけど、まあ、あえて他のアクトとかのね、マップからスタート地点を選択したりとか、おそらくそういうね、序盤のこう、既視感っていうのかな、同じような作業を繰り返してるみたいな感じっていうのは、当然ながら開発陣もさ、まあ、あまり、その、なんていうのかな、同じようなレベル上げっていう感覚を与えないように、今回また新たにね、おそらく宝石堂を追加してくれてるのかなというところがありますので、まあそこら辺はすごく楽しみしてるところですね。まあ、バトルパスとか、あとまあ、新しいコスメとかね、そこら辺も私はやっぱり気になるところではあるんですけど、まあ、なんだ、24日かの、夜中の3時からスタートするという感じなので、まあ、まだまだね、シーズン2の方も残り、5日間残ってる。まあ、この動画出てる頃には3日間ぐらいになってるかもしれないけど、残ってると思いますので、ぜひ、最後の最後のね、ウーバーユニークオリとか
やってみてもいいんじゃないかなと思いますね。まあそうですね、シーズン2、まあそうね、シーズン2もまあ結構いろんなね、まあ吸血力も強かったけど、まあ途中から出てきている血涙だとかむちゃくちゃ強い、グリフだったんで、まあそこら辺の強化とかもね、楽しめたんだけど、私はまあ、なんだろう、ある程度のところで、ジアの解体場は切り上げて、まあ、なんだろうな、ディアブロ4の他のビルドを作ったりとかね、そういうのに時間使ってた感じなので、まあ最後のラスト1ヶ月も結構楽しめてるかなという感じもしますね。まあ、せっかくだったらまあ総まとめ的なね、動画というか、うん、まあそういうのも撮ってもいいかなと。まあなんだろうな、シーズン2に関してはまあエンドボスの周回っていうのかな、まあデュリエルとかまあ5体ボスを追加してくれて、まあそこもた、まあ何気に私も楽しめた部分もあるんだけど、まあなんだろうな、まあどうしてもこうヘルタイドと、ささやきをひたすら周回して素材を集めて、エンドボス召喚して、まあ、なんだ？ドロップ率、4%じゃないね、うん。ぐらいのガチャを、40回に1回ぐらいか。の、確率で出るウーバーユニークを掘るみたいな感じだったんですけど。まあ私、まあ結局、なんだろうな。最初に、もう序盤で出た、あれかな。ドームブリンガー以外の、ウーバーとは今回出会わなかったんですけど、そうね、100回ぐらいは結局、回したかなとは思うんだけど、まあなんだろうな、まあシーズン3のね、まあ詳細パッチノートが出てきてその中にも記述があるかもしれないですけど、ウーバーユニークに関してはね、まあなんだろうな、できればまあ固定ドロップ的な要素、まあエンドボスで出るっていうのも悪くはないんだけど、なんだろうな、まあ、そこでしか落ちないっていうのもあるし、なんかちょっとまあフィールドで出るアイテムが、次のアイテムが何かっていうのがさ、まあ、多分白水は多くの白水プレイヤーが求めているそのドロップ体験の楽しさだとは思うので、なんかねやっぱりまあ普通のフィールドで落ちるような形の調整っていうのかなが入ってもいいかなとは思ってますね。まあでもまあそこはまあ前回の開発者ライブの中で、ウーバーユニークの入手方法がデュリエルの、周回に限られている点についての不満みたいなのが上がってて、まあそこについて修正したいみたいなことも言ってたんで、なので何かしらね、まあ他のドロップ方法みたいなことについての情報も上がってくるんじゃないかなと期待しているところですけども、まあヘルタイド今回なんだろうな、今までは1時間15分ごとに湧くような形だったんだけど、シーズン3からは、5分のインターバルを置いてすぐに始まるっていう形になるので、まあ、やりやすくはあるんだけど、まあ、ヘルタイドそのものに多分飽きてるユーザーっていうのが結構いるんだろうなとは思うので、まあ、それ以外のね、ドロップの中にもウーバーが混じってくる。あるいは、まあ、アイテムパー925の、まあ、マックスのステータスのね、アイテムの厳選が進むとかね。そういう仕様も追加してくれたら嬉しいかなって感じがしますね。まあなんだろうな、結構新しい要素、今回の、吸血力とは全く違うね、バフを持ってきてきたので、なんか面白そうだなっていうのが私の第一印象ですね。まあなんだろうな、まあシーズンの中でどのキャラクターやり込んでるか、まあ人によって多分やり込み方は違うと思うんだけど、なんでしょうね。まあ、全く同じ、まあ、5キャラ全部育ててるよっていう人はさ、なんていうか同じよ、飽きが来ちゃってるとかもあるかもしれないけど、そんなに私は今回の、まあ、パッチノートに関しては、すごくワクワクしたっていう印象が強いかな。まあ、ランキング要素が、まあ、今回から、始まるっていうところもあって、まあ、そこも期待してるんだけど、結構そのバグ技的なやつ、まあ、なんかジアの解体情報でランキング上げたいから、バグ技使いますみたいな人もいるけどさ、なんだろうな、そういうのはやめてほしいというか、まあ、なんていうか、ランキング実装までに、まあ、バグの方ね、埋めてほしいかなと思ってますけどね。
まあなんだろうな、個人で楽しむ分にはまあ問題にならないんだけど、結局ランキング要素が加わってくると、まあそういう部分の公平さとか、あとまあ規制プレイ的な感じのやつとかね、あの素材をなんかいろんな人からさ、バーって出してもらって、やるとかさ、あとまあなんだ、チアの解体場のさなんだっけ、ダンジョンの最後で経験値だけ分けてもらうみたいな、こじきみたいなことやったりとか、まあそういうプレイによって他と格差ができちゃうっていうようなさ感じだと、まあ正常にランキング動かなくなっちゃうんで、まあなんだろうな、まあそれをやっちゃう人はやっちゃう人で、まあどうなのかなって感じするけど、まあなんだろうな、まあ正当性がある、まあランキングシステムっていうのをちゃんと作っていってほしいなと思うんですよね。なんかバグと仕様を履き違えちゃう感じの人とかもいるじゃん。なんか、バグ使って上行けるぜどやーって、まあそれはそれで楽しいんかもしれないけど、ちょっと本来の遊び方とは違うからね。なんか、ね。とは思いますけどね。ということで、まあ、なんだろうな、楽しみだけどな、私はね。というかね、なんかね、そうコメント欄とかで結構ね、まあなんかシーズンもう何シーズンもやってるんでもうやめますとかね、そういう引退発言もありましたけど、まあいいんじゃないっていうか、飽きたらやめるぐらいでちょうどいいと思うよ、ハクスラは。だからまあ私も別にこうやってイモータルも並行してやってるから、まあなんていうのかな、その専念してむちゃくちゃやり込んでるとか、まあそういうことは言い切れないけど、まあそこそこはやってはいますけどね、そうは言ってもね。だけど、なんかね、その疲労疲弊しちゃうまでやっちゃうっていうのは、なんかちょっと、ゲームの本筋と違うっていうかさ、まあ私なんかの場合はやっぱり本業もあるんで、まあ仕事の合間に、こう自分のね、まあ趣味としてやってるっていう感じなんで、職業ディアブロではないんで、なんかな、その、なんていうのかな、あくまでもこう、娯楽なんだよね。どれだけやってもそれは仕事ではないんだよね。まあもちろん私の場合お金発生しちゃってるんで、まあ仕事じゃんって言われたら、まあそうなのかもしれないけど、だけど、なんていうか、まあ楽しんでなんぼでしょ。だから、まあもちろん自分でプレイするってことも大事にしたいんだよね、その中には。だからまあ、なんていうかな、あんまり、その代理レベル上げみたいなこととかさ、したりとか、そういうこととかも、なんか、うわ、そういうこと、そんなことまでしてどうすんのって思ったりとかしながらね、そういう話を聞いたりとかしてんだけどさ、まあ、なんだろうな、やっぱ自分でやってて楽しい範囲で楽しむっていうのが、まあ、ハクスラだと思うのよね。だから、まあ、ランキング、まあ、4でもまあ、4、2でもランキングってあるんだけど、そんなにこだわってないんだよね。まあもちろんその、なんていうのかな、3とか結構ランキングもちゃんと上位の方に行ったりとかしてるので、まあ、お前も結構ランクちゃんと出してんじゃんみたいな話を、まあされたらそれまでなんだけどさ。なんでしょうね。まあ正直言って私そのバグ技を使ってランクを上げるとか、まあそれに関しても、まあどうでもいいと思ってるところもあるよね、正直ね。まあやりたい人はやればいいけど、まあ正規の方法じゃないから、まああんまりね、そう。まあ動画にももちろんしないし、そんなのね。まあ、ね。まあでも、もしかして視聴者の人は求めてるのはそういう小ずるく勝っていく手法とか、そういうのを知りたい人ってのも意外と多いのかなと思ってて、複雑だね最近ね。なんか別に普通に正当に真っ当に遊んでさ、楽しんでいくだけじゃダメですかって思いながらディアブロ4界隈の、コメントを眺めたりとかしてるので、あとそうね、まあ相変わらずなんかまあ何か新しいことが出てくればなんかここがああだこうだっていうさ、まあなんていうのかな、
まあ、期待値が、なんていうのかな、いい、文句が多いのって結局期待値が高いからなのかなとかさ、まあ、いろいろ思ったりもするし、まあ、そもそも文句言うことに快楽を見出してるっていう人もいるから、なんとも言えんけど、なんていうのかな、まあ、ゲームの更新だからね、だから、なんかあなたの給与が下がるとかそういう話じゃないから、なんていうのかな、まあ、言うて私、そんなに、まあ実際にだってまだ触ってもいないわけじゃないですか。だから、すべての情報は話半分に捉えてるんですよね。だから、あ、面白そうじゃんぐらいの感覚で楽しく見といた方が、なんか精神的にお得な気が私はするんですよ。なんかまあもちろんその、どうせうまくいかない、どうせあれだとかってさ、言うことに快楽を感じてるんだったらそれでいいのかなとは思うんだけど。なんかね、言うて、まあゲーム、なんか、そう、いつも雑談動画の中でさ、ゲームの側に遊ばれてる人っているよねっていう話、たまにすると思うんだけど、なんか、公式がこれを実装してくれなかったから今回は面白くないとかさ、公式が、まあこういうバランスにしてくれなかったから今回はダメだとかさ、言う人いるんだけど、まあ、公式は、まあ、あなたの意思のコピーではないから、絶対に、自分が 100% 好きな、コンテンツにはならないんですよ。どんなにやってもね。だから、まあ、じゃあ、どう、楽しんでいくかっていうと、まあ、私も、まあ、ディアブロ全作品遊んできた人間から言わせると、なんだろうね。まあ、やっぱその時出てきたものの出物の中から、まあ、楽しい要素を自分なりに楽しんでいく。で、その中で自分なりの目標を、達成していくみたいな感じで遊んでいくのが、まあ、多分、一番いいのかなと思うので。てか、まあ、それしかなくないですか？だから。なんだろうな。と、あとね、なんか思うんだけど、フィードバックって皆さん出してます？なんか、そう。YouTuber のコメント欄に残しても仕方ないんだよ。むちゃくちゃ意見ある人は、絶対それを、公式のフィードバックに流した方がいいですよ。意外と、まあ、ちゃんとフィードバックを、したものから、修正が入ってくれたりとかするんでね。まあ、別に私だけの意見じゃないけど、まあ、今回、まあ、イモータルなんかも、ヘリクアリの最後のところに、カジアあるとすごい便利だな、みたいな。で、前から私、フィードバックで書いてた意見なんで、なんていうのかな、まあなんか、気持ち悪いね。なんか、哲学とのおかげであれ追加されたんだとかさ、そういうわけじゃないよ。だけど、まあフィードバックすることちゃんと意味があるんですよ。まあ、大多数の意見ではないかもしれないけど、こういう機能があった方が遊びやすくなるんじゃないかみたいな部分っていうのかな。結構、ブリザードのゲームって、で、まあ、ドロップの問題とか、まあ、なんていうのかな、火力に関わるような問題、火力もうちょっと上げてほしいとかさ、そういうのって、あんまり通らないんだけど、利便性に関わるものだよね。要望って意外と通るんですよ。だから、ここの部分にこういう機能があるといいとかさ、あと、まあ、まさに今回のさ、まあ、ヘルタイドの時間もうちょっと早くしてほしいとか、まあ、あと、まあ、囁きはね、意外と、しっかりやってるとすぐ集まるんで、まあ、そんなに緩和する必要はないかなとは思うんだけど、まあ、そもそもの、問題として、まあ、ウーバーユニークのね、まあ、ドロップ場所っていうのをもっと増やしてほしいとかね、いう感じの要望っていうのは出せると思うんで、ぜひ、何か変えてもらいたいということがあったら、まずはフィードバックしてみる。が、まあ、なんか、大事だと思います。なんかそうなんだよね。結構、スチームゲームの界隈ってさ、まあ、もともとがインディーズ系のゲームが多かったりとかして、開発者の人がそもそもディスコードやってたりとかしてさ、まあ、そういうところのコミュニティ入って、なんかこういうとこにこういう機能ってあったらどうですかみたいなことを言うと、意外とこう、なんか、あ、そうですね、みたいな感じでさ、まあ、なんか、更新に入れてくれたりもするような文化ってあるんだよね。だから、まあ、ブリザードのゲームって、まあ、良くも悪くもなんていうのかな。大きな会社のゲームだから、まあ、そんな自分の一意見なんか通じないんじゃないかみたいな、バイアスが多分皆さんの中にかかっちゃってるんだとは思うんだけど、
意外とコミュニティでの活発な意見とか、あとそうですね、まあちょっと英語力は必要になるけど、あのフォーラムの中でね発言して、まあそれに対してフォロワーというかさ、あの賛同していろんな人が、そのスレッドに対してコメントつけていくっていうようなものに関しては修正が来たりとかするんでね。なので、まあ、フォーラムで発言できるといいかなって感じはしますけど、まあ、別に機械翻訳でもいいんですよ。あの、ディープ L とかで、まあ、この点について改善してほしいみたいなことをさ、書いて、フォーラムに投稿するとかでもいいと思うんだけど、公式フォーラムね、あの、個人がやってる掲示板とかそういうんじゃなくてね、その、ブリザードのフォーラムに書いた方がいいですね。なんかね、遠く多分感じちゃってて、何も変えられないなんか虚無感みたいなものに襲われてる方が、まあ、ちらほらいらっしゃるのかなとは思うんだけど、そう、結構私は なんだろうね、嫌だったら自分で言うそんなになんかそのマゾじゃないんで、あのなんていうのかな、わ、ここちょっと不便だなとかさ思ったら言うね。イモータルのあのさ、会話文なんだ、ストーリーモードとかで会話文を、読んでるときに殴られると会話が中断しちゃうみたいな仕様って序盤からあると思うんだけど、あそこもね、まあ直せないのかなみたいな、要望って出してんだけど、なんかあれ多分システムの根幹っていうか最初の部分に組み込まれてる仕様だから難しいのかもしれないよね。なので、まあできればなんだ、ホーミングパッド機能みたいな、殴られても、まあ、今やってる動作が中断したくなる、レジェンタリーアイテムとかさ、なんか、まあ、ファミリアの機能でもいいので追加してほしいよ ね、 その辺はね、とかね、そういうのも投げたりしてて、まあ、当然受け入れられるもの受け入れられないものあるんだけど、言わないよりは言った方が多分いいと思うんだよね、自分の声が届く場所で。だからなんかね、そう、まあ言うてね、あれよ、あんまり深刻に考えずに、まあ、楽しめる部分を楽しんだらいいんですよ、シーズンなんて。だから、そう、まあ、今シーズンお休みとかも全然ありなんだよね。そういう人もいるから、私の周りとかにはね。今シーズンなんかちょっとバフが自分の好みと合わないからやらないとかさ。まあ、そんなもんいいよ。私もだって別にディアブロ3とか、ディアブロ2のラダーとかさ、全シーズンフルで参加してるわけじゃないから、途中歯抜けがあったりとか、まあそういうのも普通にザラにあるから、まあリアルな都合で離れるってこともあるかもしれないですけど、まあそもそもあれかな、ディアブロ4そのものが、なんだろう。まあおそらく今度、まあ大きな更新っていうと、まあ拡張版の発売になってくると思うんで、その、まあ人が減って、言ってるとかって言ってる人もいるけど、その人のデータ量よりも明らかに多分、私たち YouTuber が見てる実情の方が、まあ、正確な数に近いと思うんだよね。なんかすごい少ないサンプルから人が減ってるとか、オワコンだとかさ、それイモータル界隈でもあるのよ。なんかイモータルサービス終了するんじゃないかと毎日心配してますわさ、言うんだけど、まあでも終わったら終わった時だから、それもだからなんだろうこんなに突き放しちゃいけないのかもしれないけど、でも心配しても仕方ないこと心配しても仕方ないんで、なんだこの小泉古文心配しても仕方のないことを心配しても仕方がないので、なので、まあ楽しめる部分楽しみましょうって、まあ、そういう方々には言ってあげたいかな。まあなんだろうな結構新年もね、まあいろんなゲームやったりとかしてできたから、まあシーズン前の過ごし方としては全然楽しめたんだよね。飽きてるから離れてるとかね、まあそのなんだ、なんか前の雑談でも話したけど、人間飽きんのは当たり前なんでね。その、なんである特定の行動を繰り返すと飽きるのかっていうと、もちろんその刺激が少なくなってくるから飽きていくっ
ていうのもあるんだけど、あの生き物としての生存戦略上を、あの何かの行動に熱中しちゃって、ずっと何十時間もやっちゃうとか、そういう状況ってのは危険なんですよ。まあもちろん寝なきゃいけないし、で、あとご飯なんかも食べなきゃいけないわけじゃないですか。だから、なんていうのかな。何かの作業、まあ例えばさ、人間なんかの場合でも多分なんだけど、持続時間、集中力の持続時間って多分90分ぐらいなんですよ、本当はね。だから、まあ私も10時間とか配信とかしてるけど、結局、まあ、合間合間になんだかんだでテンションがそんなに高くない時間とかあるから、で、まあ、その中で、まあ、雑談したりとかさ、しながらやってるわけなんで、もう、なんか、飽きんの当たり前なのよ。なんか、飽きちゃうっていうことは、この作品や、この行動そのものに原因があるっていう、まあ、なんていうのかな、誤った推論っていうのかな、は結構しがちなんだけど、実はそれは誤りで、飽きるってのはすごくいいことなんですよ。生存戦略上はね。なんだから、なので、ただ、まあ、じゃあ、まあ、お仕事とかね、簡単に辞めちゃったら困るようなものについて、どうやって持続させるのかってことを、まあ、私とか結構仕事で、皆さんにお話ししたりとかしてるわけなんですけど、まあ、でも結局その長く毎日続く仕事をさ、どう楽しんでいくかっていうと、自分のなりの価値づけをするしかないんだよね、結局。まあ本当に、まあその作業そのものの中に何かしら意味合いを見出す、あるいは自分がやってる仕事を通してどういう人たちが喜んでくれるのだろう、喜んでくれているのだろうかっていうことに考えを、いたすとかさ、まあいろいろ手法はあると思うんだけど、なんていうのかな、それと同じで、まあ多分ゲームに関しても、まあ自分なりに引っかかるところ、ここ面白そうだな、ここ興味あるなっていうところを見つけてもらってやってあげる、やっていくっていうかな。それがまあもし、まあ正規の方法じゃなくて、そのバグ技とかそういうんじゃなくてね、開発側が、求めてる遊び方じゃなくてもいいわけじゃん。まあそのレベル100にならなくてもさ、レベル30ぐらいでシーズン終わっちゃっても楽しいっていう人もいるわけだからさ。なので、なんだろうな、まあ今回何のキャラでやろうかなって結構悩んではいるんだけど、そうね、まあバーバリアンと、まあネクロはちょっとやれたんで、まあ、他のキャラとは思うんだけど、なんかな、結局ネクロ作っちゃいそうなんだよな、と思いながら、なかなか悩ましいなぁと思いながらパッチノート読んでましたね。まあでもやっぱりなんか召喚ネクロでさ、あの今回の、進化とのコラボレーションで強くするみたいな組み方できないかなと思うんだけど、結構でも調律的とかのさ、まあ、効果を見てると、なんだろうな、召喚ビルド特化みたいな、そういうのというよりはなんかね、まあ物理職の、サポート役みたいなさ、そういう感じのスキルとかもたくさんあるんで、まあ、そこら辺を活用しながら、まあ戦っていくって感じになるのかなと思いますね。あとそのシーズン2、まあシーズン1、シーズン2、シーズン3のバフの比較とかさ、そういうのも聞いてくる方はいらっしゃるけど、まあどうなのかな、あんまりなんかぶっちゃけ火力的にそのノーシーズンより火力が出ないってことはないんで、火力は上がってるけど、まだまだなんていうか、ディアブロ4ってその3ほどさ、火力のメカニズムっていうものが確定的に出てるわけじゃないから、まあそこはね、まあまさにやってみないと分かんないっていうところあるし、まあそのためにやっぱシーズン中にあのビルドの解説動画とか出してるんで、なのでぜひそういうのも楽しみに、していただけたらいいと思うんですよね。まあ最初からやらない人でも、まあなんだろうな、配信とか見に来ていただいて面白そうだなと思ったら始めていただいたらいいと思うし、まあ、今回はパスっていう場合は、まあ、動画で楽しんでいただけたらな、というふうに思っております。
まあイモーダルもな、そうブラッドナイトの、まあ、ビルドとかもやりたいんだけど、なんか最近こうブラッドナイトやってると、うん、あのバーバリアやりたいなってすごいさむちゃくちゃ今日はなんか寿司というよりはマックだなみたいなさテンションでいっちゃいますけど、うん、そうなんだよね、ババやりたいなってちょっと思ってて、なのでまあ多分インフェルノ5追加とかがねおそらく来るとは思うんで、またそうね一通りブラッドナイトの装備品が揃ったらやってみましょうかね。ブラッドナイトもね、まあ序盤に作ったこのスキュアラーのビルド、まあスキュアラーでダメージ出していくってやつ、まあ強いんだけど、なんだろうな、ちょっとまた変化させたいなというのは新しいレジェを掘りたいんですが、意外とね、うん、インフェルノ1までのレジェンダリーだったのかな。全種類一応ね、なんだろうな、実装された当時に集めたんだけど、その後の2、3、4のレジェが意外とね、まだ揃ってないので、まあ、そこら辺をこの1ヶ月集めながらやっていけたらいいかなというふうに思ってますね。よいしょ。なんだろうね、あの大デスターの祝福、まあ多分今イモータルの聖剣がまあかなり、今6周目かなので、あ7周目なのか、だからすごいよね、まあそろそろ止めに行きたいよねっていうところではあるけど、うん、でいけたらなって感じですね。よいしょ、あと2回、そうなんですよね。宝箱を20個あげる。ダンジョンを3カ所クリアするとかあるんだね。はい、まあ、ここら辺もやりながら、またね、周回していきたいなと思いますね。よいしょ。うん。ああ、そう。で、あと、ゾルタンクーレーって誰ですかとかさ、それも聞かれたりするんだけど、まあ、ゾルタンクーレーってディアブロイモータルしかやったことない人はディアブロイモータルなの。イモータルで出てくるゾルタンクーレって、タルラ社の、仲間っていうかなみたいな感じで出てきてさ、まあ、タルラ社と一緒にティライルの下で、悪魔たちの戦いに参加してる、優秀な 魔術師っていう感じなんですけど、まあ、その後闇落ちして、最終的にはティライルに、まあ、打ち滅ぼされてしまうみたいな、魔導士なんですけど、まあそもそもの、まあなんでゾルタンクーレが、なんか人体実験みたいなのにハマってね、最終的に、闇落ちしてしまうのかっていうことの、まあ遠因を考えていくと、まあこの世界の、世界観ではまあリリスとイナリウスっていうまあ二人の悪魔から私たち人間のね祖先が生まれてこの世界が作られたっていう、まあ、物語なわけなんですけども、まあ、人間の第一世代、まあ、悪魔と、天使が、交わってなんか交わってっていうのがあれだけど、生まれた子供たちの第一世代っていうのは、まあ、今よりもその魔力も、なんていうのかな、魔力も、肉体的な力も強い、まあ、存在、まあ、その元素の人たちっていうのを、まあ、ネファリムと、呼んだりとかしているわけなんですけど、まあ、そういう魔力や、まあ、類まれなる身体能力っていうのを持っていた人類たちなんですけども、まあ、世代を経ることに、だん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 とその力を、忘れていって、で、まあ、なんていうのかな、普通の、今の、私たちに近いような人類に、なっていってしまったという、歴史があって。で、まあ、ネファリムの力を落とすために、まあ、展開が動いたとかさ、そういういろんなエピソードとかもあるわけなんだけど、まあ、もともと私たち、この、このディアブロ界の、人間たち、
祖先にあたるネファリムたちが持ってた力っていうのを、まあ、なんていうのかな、地獄との軍勢を繰り返す中で、発言させていった人物たちっていうのが、まあ、ディアブロの主人公たちみたいな扱いになってて、まあ、なので、なんていうのかな、ネファリムの力を取り戻すみたいなさ、ことを、考えてる人たちっていうのがいて、で、まあ、その最たるものが、まあ、ゾルタンクーレで、まあ、なんていうのかな、もともとはもちろんその悪の軍勢と戦うためにネファリムの力をさ、求めていったんだけど、そのうちにその、かつての、私たちの力を取り戻すっていうことだけに自己目的化していって、まあ、いろんな人体実験とかね、そういうことをするような、ちょっとマッドサイエンティスト的な人になっていったと。で、最終的には、ティライルに撃たれてしまう。まあなんていうのかな、ゾルタンクーレそのものが人間界を脅かす脅威の一つになっていってしまったっていうようなストーリーなわけなんですけど、なんだろうな、まあ単純な知識欲に突き動かされた人物ってまあマッドサイエンティストキャラには多いとは思うんだけど、まあそんな流れで、ゾルタンクーレはまあ人気があり、そして嫌われてもいるんだよな。なんか海外考察日記とかも結構ゾルタンクーレ嫌いっていう人と、なんかゾルタンクーレもっとやれっていう人とさ、両方いるんで、まあそこは面白いところだなと思うんですけど。まあなんだろうな、そう、各作品通しで見ていくと、なかなかこう、このディアブロ、まあストーリーなんかどうでもいいよっていう人もいるかもしれないけど、ちゃんとね、流れがあったりとかしますので、まあそんなのも、踏まえつつ、まあ、宝石堂、新しいダンジョン、どんな敵が出てくるのかとかね。あと、まあ、進化の強化だよね。まあ、いろんなビルドが、いろんなビルドが試せそうな、まあ、いろんな、なんだろうな、調整敵とかね、効果が発表されてたんで。まあ、そこら辺もパッチノートが出てきたら、また詳しくね、動画でもお伝えできたらいいかなと思ってますね。まあでもあくまでも事前情報は事前情報なんでね、誰がこう言ってたからこうだとか、誰がこう言ってたからこうなんだろうとかっていうさ、のにあんまり流される必要ないんよ。結局自分がやった体験だけなんですよね。だからなんか多くの人がクソゲーというゲームでも私にとって面白ければ神ゲーなんだよね。だから、わかんない、私の感性がなんか皆さんに通じるかどうかわかんないですけど、まあ、なるべくね、シーズンの新しい要素の、面白さとかが伝わるようなね、動画活動をまたしていきたいと思いますので、ぜひ、解説動画や実況動画の方も楽しみにしていただけたらなと思いますね。まあそうですね、配信は夜中の3時からなんで、まあリアルタイムで始めるかはわからないですけど、でも3時に始まると決まって、その時間になんか、ゆっくり寝てられるかというと、その自信もないので、まあ、体力は持ちそうだったら、やろうかなって思ってますね。なんか最近すごいさ、これ全然心配する必要ないんですけど、あれだなと思ったら、ちょっと風邪ひいてたんだね、なんか、そう。まあ、そんな言うて、そのリアルで人に会うっていうかさ、まあ遠隔でやることが結構多いかな。そんなに風が移るようなところとかには行ってないけど、普通に、なんかまあ寒かったりして体調悪くなったりとかしたりとかすることもあると思いますので、ぜひ皆さん暖かくして過ごしていただけたらなと思います。ほんとここ何日か、まあ年明けてしばらくしてからすごく寒くなるっていうのは例年あるけど、めちゃくちゃ寒いので、ちょっとね、そう、動画撮ってる間って、なるべく、なんていうのかな、暖房とか消したりとかしてるんだけど、今日はちょっとあまりにも寒くてね、つけちゃいましたんで、ご了承いただけたらな、という感じですね。そう。まあ、バトルパスもな、まあ、今回っていうかまあ、だんだんイモータルは縮小すると言いつつ、全然縮小してないじゃないかと。いう感じもしますが。
まあこれで2400貯めて、どうでしょうね。週末に、63ぐらいで終わるのかな、今回。分からんけど。まあ、ダンジョン周回とか、まあ、フィールド周回繰り返してると、なんていうのかな。もちろん、BP 的な意味でやってるっていう部分もあるんだけど、まあ、それ以上に結構素材とかね、そういうのも集まっていくんで、そうね、そう、最近始めた方の中で結構やっぱイベント、イベントでのレベルの報酬とか、あと、まあ、シャドウの集会とか、集結の報酬がいいんで、まあ、それでなんかレベル上げちゃえばいいや、みたいな感じで、全然フィールド回ってないっていう方も、まあ、ちらほら聞いたりもするんですけど、それやっちゃうとね、結局、こういう黄色とか青とかのアイテムを、拾う機会が少なくなっちゃうんで、強化が進まないんですよね。だから、なんかここら辺のランクとか、私も決して高い方じゃないんですよ。今やり込んでる人だったらみんな30になってる人も結構いるんで。なのであれですけど、まあ、ここのランクが、まあ、なかなか上がらなくて、戦闘レーティング全体的に足りないっていうような人が、まあ、まあ、でも始めたばっかりの人みんなそうなっちゃうんだけどね。まあ、なので、まあ、フィールド狩りとかね、あと、まあ、ダンジョン周回とかも、まあ、こういう BP がたくさん取れるときなんかはたくさんやってあげるとね、その分、まあ、すでにやってるプレイヤーとの差が縮まったりとかもすると思うので、ぜひね、やってみてほしいなと思ってますね。はい。ということで、お、ランク3まで上がったね。これもね、貯めておく方がいいかなっていう気もするけど、そうだね。なんかちょっと取っちゃうね、最初ね。はいはい。そう、召喚とかもらえるんで、まあ、またちょっとしばらくしたらネクロマンスターにまた転職して、バトルパス課金していこうかなと思うんですけど。ね。という感じですね。結構ね、あれなんですよね、エルダーリフト8回回すだけでも。なんだかんだで結構敵倒してんだなって感じがするので。ちょっとした時に続けていくと強くなっていくゲームかなと思います。やってみてほしいなと思います。ちなみに、浄化の儀式とかできないの？これなんか弾き方ひどいなせっかく545って来たんで、ね、ちょっと高めが出たら20超えてランク3の儀式できるなと思った。次で5を引かないと多分厳しいのかな。なんでこれ下振れすんのかなって感じですけど、まあここも、まあランダム性の高い要素ではあるので、まあ気長に待ちたいかなというところですね。まあ次そうだね、ランク24のところは1箇所残っちゃってるんで、ここら辺上げていきたいなと思うんですけど、なぜかね、ランク25だけむちゃくちゃ素材数が多いという感じになっております。まあ、気長に貯めていこうかなって感じですね。はい。今回も、動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。